おはぴよー、どうも、ひなぴよです。それでは本日も小倉瀬エピソード4やっていきたいと思います。前回から始まったこのエピソード4なんですけどもね、この1年生の時のめぐちゃんがめちゃめちゃ可愛いっていうのと、もともとやっぱゲンゲンとは知り合いではなく、しかもめぐちゃんは特別科だったと。で、特別科のなんか変な人、レン君っていう人に出会って、で、レン君の言う通りに今ちょっと行動してみようっていうことで、そのレン君の力量を測っているところでございますね。で、今戻るって感じだったかな？オッケーオッケー。じゃあ戻りましょう。ちょっと待って、画面が固まった。頑張れ。あ、オッケーオッケーオッケー。行きまーす。あ、違うわ。正門の方から叫び声が、レンの仕業かしら。オッケー、正門の方に行けばいいのね。はい。どうした？さっさとおぶっていきな。年寄りは大切にするもんだよ。勘弁してくださいよ。あいて、杖を振り回さないで。たるんだ若者に気合を入れてやってんのさ。とほほ。レンの仕業ではなかったようね。よかった。でも気になる。彼が何をしようとしているのか。レン、一体何をするつもりなの？どれだろう。これ？あんな重い胸像をずらして持って帰るつもりだったのか？お。ずらされ落下しそうな胸像。もう一押しで落ちそうだった。そして、レンの企みを知るために、まだ何か手がかりがあるはず。なるほど。なんだろう。これ？このバナナの皮の話？あ、オッケー。バナナの皮。皮はよく滑る。そして、レンの企みを知るためにまだ何か手がかり。本当に？なんだろう。あとなんだ？え？これ？キャー、そんな本を隠してるなんて不潔。あ、よし。胸像の前のいかがわしい本。男子の興味を引く。そして、彼が胸像の前にある本に気づき、バナナで滑る。倒れた彼は胸像の台座にぶつかり、その頭上、その頭上に胸像が落ちる。彼の頭上に胸像を落とし、殺害。レン、それがあなたの計画ね。いけない。このままでは彼は、引き止め、いえ、ここからではもう間に合わない。ならば先に胸像を落とす。衝撃を与えて。黙って成り行きを見ているわけにはいかない。私が先に胸像を落とす。左上が真っ赤になった。これは失敗が許されないミッションの印だ。慎重に行動しないとやり直しになるぞ。左上が赤くなったらセーブをしよう。オッケー。はい。あれかな、銃で撃つんじゃない？ちょっと待って。ことの葉。これ。なかなかいい武器ね。これがあれば、一個手段とも戦える。オッケー、いい当て。森へ、急がなければ。おお。森へ、早く。で、人替えで、あ、魚住先生。たく、逃げられちゃったよ。お、胸像がずれてるじゃないか。直さないとな。このお方はすごい人なんだよ。で、めぐちゃん。森へ、早く。オッケー、はい。これで胸像を狙う。チャンスはせいぜい3回。え？ちょっと待って。何？どこに打てばいいの？あ、オッケーオッケー。え？どこを胸像？木の影から見える胸像を狙い撃つ。どこを影って？え？あ、これ？これじゃね？捕らえた。おー、かっこいい！狙いは確かだった。間に合えばいいけれど。じゃあ、魚住先生で。あいてー！何か当たったぞ！おー、しまった！胸像にぶつかった！落ちちまう！胸像にぶつかった！胸像が落ちそうだ！
で、メグちゃんに帰る。どうなった？大丈夫かな？ん？おや？あれはもしや、ぐーたら男子。おわーやべえ、大丈夫か？死んだ？あの人やだ、鏡像と抱き合ってるわ。ひそひそ。いや、あのね、これは、ぐーたら男子って、さっさと通り過ぎるのよ。目合わせちゃダメよ。源氏くんのこと？違うかな？いきなり目の前に鏡像が落ちてきたから抱きしめちゃったよ。それにしても、あと少し鏡像が遅く落ちてたら僕潰されてたな。大丈夫か？大丈夫みたいだな。すまんすまん。まったく、鏡像には注意してくださいよ。鏡像と仲良くなれて。よかったわね。レンの元へ、彼に問いただ、ただ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 、彼に問いただしたいことがある。え、これ誰だったんだろうね。どうだ？あいつ、孤立したろ。あなた、彼に手をかけようとしたわね。え？メグ、そんなこと考えてたのかい？あのままでは、彼は危険だった。メグ、見かけによらず怖い思考の持ち主だね。確かに存在が消えりゃ完全な孤立だよな。ま、とにかく目的は達成した。お前のおかげでさ、メグ。もし俺の計画であいつが傷つく可能性があったんなら、そいつは単なる偶然。そう、偶然さ。殺そうなんてとてもとても。だが、お前が動いたせいで、あいつは命拾いした。お前は全てを予見し、阻止するために動いたってことだな。いいえ、偶然よ。私の行いも。メグ、いいね。俺が認めたくなるような女なんていないと思ってたよ。私もあなたの能力を認めるわ。そいつはいいや。どうだ、俺と組むか？あなたと組んで、私に何の得があるというの？すべての人間を見下ろせる快感を教えてやるよ。そりゃもう楽しいのなんのって。あなたも子供ね。ありゃりゃ、どういう意味だ？狭い世界で人をもてあそんで王様気取り。狭いか。確かにさっきの計画はちっぽくだ。だがな、メグ。気安く名前を呼ばないで。いつでも俺の元に来いよ。面白くなるぞ。このクソ退屈な生活がな。考えておくわ。じゃあ。八王子蓮。なんて書いてあった？また読み損ねた。こんな監獄のような学校にも。奇抜な人物がいるものね。けれど、危険な人物というだけでは価値がない。彼はどうかしら？羽里高校、もう少しここで様子を見よう。休み中に、鏡像が元通りになったかどうか確認しよう。オッケー。これまだ他の人に話しかけられないんだね。彼、さっきの。あ！やっぱこれ源氏くんでしょ！はぁ、だってハゲヅラかぶせてるもの。鏡像の前で何をしていたのかしら。さっきの男子生徒、鏡像に恨みを持っているようね。いや、そういうわけじゃないのよ。これ依頼をね、引き受けるっていう合図だから。これ卑屈な男ね。鏡像に仕返しをしたとでも言うの？いえ、この鏡像、何か気になる。これはね、ABC だと思うよ。あ、違うわ。これあれじゃない？全く鏡像には注意してくださいよの方じゃない？鏡像に注意。彼はそう言っていた。メガネ、ハゲのカツラ。これに何が？メガネ、遠くを見通す。つまり、お前のことはお見通しと。彼は、さっきの出来事が私たちの仕業だと知っている、と。
というの。それにカツラ、ハゲてピカピカ、ツルツル、ツルツル。あ、違う、毛が一本、頭上に毛が。つまりこれは、屋上に来い、そこで待つ。そうなのね。これは挑戦状。いいわ、言ってあげる。めぐちゃん、特化生のみがつける勲、これ、検証かな。特化生のみがつける検証。これは外していこう。目立ってしまう。彼は普通科。普通科の屋上に行けばいいのね。わかった。そこにゲンゲンいたらめっちゃびっくりなんだけど。特化生だ。たまちゃん。え？特化生でしょ？当たり？知りたがり女子。私の情報網がね、あなたは普通科じゃないって、そういうの。すごいわね。ねえ、特化生が何の用かしら。迷ってしまって、私転入したばかりなんです。優秀な特化生がご丁寧に検証まで外して、反対側の普通科で迷う？ええ、そうよ。悪い？あなた面白そう。別に。もっと面白いこと教えてあげる。普通科にいるユニークな人。聞きたい？ええ。告白受け負い家業ってのがあるらしいの。私もまだ詳しくはつかめてないけど。告白受け負い。ただ簡単には接触できないみたい。合言葉があって、それがなかなか。この煩わしい子が知りたがっている合言葉。煩わしいって言われてるよ、たまちゃんが。ABC、これか。ABC。え？合言葉よ。あなたやっぱり面白いわね。もう行くわ。ええ、また会いましょう。予感的中。あの子、きっと接触するわね。人目につかないのは屋上かな。鍵がかかってるけど。つまらない邪魔が入った。屋上へ急ごう。また邪魔される前に屋上へ急ごう。いたー、ゲンゲン。こんにちは。ここ、気持ちのいい場所ですね。ぐー。なんだかここに来たくなって。なんとなくですけど。あなたは？ぐー。いえ、呼ばれた気がした、と言った方がいいのかしら。くだらない男。怠け者で人を寄せつけようとしない。自分の殻に閉じこもった男。それは君も同じじゃないかな。ぐー。ね、ネタ振りが上手ですね。どういう意味？ん？何が？あなたの発言、どういう意味？君が僕に投げかけた別紙、それに対する答えだけど、ありゃ、怒ったかな？私、別紙なんかしてないわ。そうかな？こう思ってたんじゃないの？怠け者で人を寄せつけない、殻に閉じこもった男。どう？どっかで優等生を演じるのは疲れるかい？普通科に逃げてくるなんて。逃げていないわ。私がどこに行こうと、私の勝手。あら、怒った？でもさ、最初にちょっかい出したのは君だぜ。死にかけたよ。やはり、気づいていたの？何が？何がさ。謝るわ。ごめんなさい。いやいや。じゃあ僕も、馬鹿にしてごめんね。何この関係、ちょっと。かゆい。ただの怠け者ではないようね。私、あなたに興味があるわ。なんだよ、それ。告白かい？いいえ。あなた、あなたの力で、私を告白させてみる？ん？私は知っている。彼の正体。
ここでもう一回あれかな、 ABC か。 ABC 告白受け負いに、あなたのことね。依頼か。いいえ、あなたが有能かどうかを見極める必要があるわ。うわぁ、嫌な女。おいおい、可愛い子ちゃんを無下にするのよ、源氏。誰？先生ですね。ああ、俺は普通科の教師。こいつは秋葉源氏。可愛い！ちょっと待って、ね、ちゃんとしてるじゃん。2年生のゲンゲンよりボサボサじゃない。まだなんかちゃんとしっかりしてる頃のゲンゲン。よろしくね、ゲンジ。俺にも挨拶してくれよ。キスでいいぜ。尊敬に値しない教師だわ。で、メグちゃん、名簿調べたら特化の転入生だったな。はい。ゲンジは有能だぜ、メグちゃん。どんな告白も成功させちまう。特化でも源氏のことは有名なのですか？そりゃ知らんねえ。特化のことは特化の人間に聞きな。とにかく源氏はこの学校の愛のキューピッドなのね。愛？そう。あなたは愛情を尊重してこんなことをしているのでしょ？別に愛は関係ないよ。告白を援助しているのよ、あなた。報酬のためにね。お金？ああ、僕は報酬をもらい、依頼人は告白の機会を得る。それだけ。やっていることとは裏腹に、随分冷めているのね。僕の温度なんか、依頼人にとってはどうでもいいんだよ。もっとも、依頼人だって金で愛を買ってるんだから。どっちもどっちさ。そう。うん。さあ、もういいかい？おいおい、源氏！顧客は丁重に扱え。いいわ、特化に帰る。あなたの考え、嫌いじゃないわ。そいつはどうも。じゃあ。メグちゃん、また来てね。面白いわ、秋葉源氏。また来るわ、源氏。あなたも面白そうだもの。なるほど。ゲンゲンとレン君の二人ともなんかどっちも興味をそそる存在。で、どっちにつくかを今、メグちゃんが見極めてるってところかな？で、この教師は結局誰なの？おっさん。ああ、でも、このおっさんの立ち絵めっちゃいいな。これ元顧問って感じかな。千鶴先生がだって今の顧問だもんね。お前のその不愛想、なんとかしろよ、源氏。うるさいな。カンカン男子。おい、ふざけんな、秋葉てめえ。ん、いや、報酬は持ってきてくれた？んなもん払えるか！どうしてくれるんだよ！え？彼女、君んとこに来なかった？ああ、来たよ！カンカンになってな！お前の送った手紙のせいで！彼女から手紙を投げつけられたよ！なんだよ、これ！苦労したよ。すごい調査してさ。毎日君のパンツの色をチェックするほど愛してますって！バカ野郎！その手紙に書いてある色のリスト。それ正確だよ。いや、そんな情報が欲しいんじゃない。とにかく告白の舞台は用意したよ。彼女を呼び寄せる約束だった。報酬は払わん。彼女に謝れ。そりゃ契約違反だな。困るよ、約束守ってくれなきゃ。とにかく払わん。バカバカ。ありゃ、また取り損ねた。さあく、お前は爪が甘いんだよ。また俺が陰で取り立てにはならん。おっさんも乱暴はやめてくれよ。変な噂が立っちまうだろ。告白させてやったのに、報酬払ってくれなきゃな。おっさん誰なん、君。だらしない不良教師、おっさん。普通科の教師。教育、不熱心。ガキが嫌い、金が好き。スーツの上に白衣。カツ、ん？なんだ？あ、靴だけは、やたらピカピカ、ピカピカしている。
で、ヘビースモーカー、オールバック、丸サングラス、ヒゲ、ゲンジのバッグについている。うさんくさい見た目。まあ、うさんくさい見た目は確かにそうだ。ゲンジのバッグについてる。へぇー。で、じゃあメグちゃんか。オッケー。笑ってる。この学校で笑みがこぼれるなんて思わなかったわ。胸が弾んでいるのね、私。ちょっと人間味出てきたね。新たな学校生活、新たな出会い、悪くない。よかったね。このなんか田畑ガモだっけ、なんだっけ、あの人はなんかつまんなそうだったけどね、めぐちゃんにとって。で、これ誰？繊細な男子生徒。はぁ、わからず屋な先生ばかりだ。体育館も魚住先生によって追い出されてしまった。理不尽な。これはもう直談判しかあるまい。魚住先生はどこだ？ほう。どうしようかな。繊細でしょ？ついさっき出ていくのを見た。この先にいるかもしれない。魚住先生に直談判するのだ。まだ遠くには行っていまい。え、この先行けるんだ、知らなかった。こっちなんだ、ここは。旧行動前。もう。先生、なんとか考え直していただけませんか？お前は確か。中野博道です。演劇部の。ああ、なるほど。演劇部か。いやー、俺の一存ではなんとも。あ、やっぱりこんな感じだった。突然すぎて納得がいかないんです。俺もまあそう思うんだけど、しかし会議で決まったことで。校長先生に談判すればいいんですか？どうだろうな。学校運営には口を出されない方だからな。では誰に言えばいいんですか？怒るなよ。大久保先生には話しとくから、な。やはりあの教師か。魚住先生はいい先生だ。しかし頼りにならない。先生はいつも朽ちた旧講堂の近くでボケっとしているのだ。あんな調子では他の先生方を説得することはできないだろう。ああ、なんだる悲劇。俺だけではない、部員のみんなも。何？廃部になっちゃうって感じかな。羽里特化演劇部、演じることを禁止されるとは。ああ、なんという悲劇だろう。ああ、そうなんだ。ちょっと一回セーブするね。演劇部部長、中野博道。中野かな？まあ、中野博道。うん。特別科3年。演技力抜群。低血圧、朝弱い。勉強のために、演じることを禁止され、もやもやしている。なるほどね。人望厚い。物分かりいい。大人びた性格。で、ココア、たまにミルクティー。365ml 100円。いいね。困っている人を放っておけない。なるほどね。いい人じゃん。で、メグちゃん。あ、ここ、次、レンか。メグ、面白いおもちゃを見つけたみたいだな。なんかみんな同じような声なんだけど、大丈夫今回。やはり、彼を標的にしたのは、偶然ではなかったのね。普通科1年、秋葉源氏。とんだくせ者だ。ええ、そうね。あなたと同じ。俺？バカ言え。俺は奴とは違うね。そうかしら。俺は奴みたいなお人よしじゃないよ。他人の協力なんて、バカバカしい。彼も、報酬目的にやるだけだと言っていたけれど。本当にそうなのかね。直接話してみてはどうかしら。きっと興味を持つわ。メグ。やけにそいつを持ち上げるじゃないか。なぜだい？私は適切に評価しただけよ。俺にとって適切かどうかはまだわからんね。そうね。あなたは人を見下すことしかしない。いやいや、そんな。メグのことはちゃんと認めてるよ。やけに源氏と張り合うのね、レン。もうレン君に帰れるね。八王子レン。これマスクの下どうなってんだろう、気になっちゃうな。欲しいね、メグ。お前が欲しい。ああ。
俺の人形にぴったりだ。秋葉のやってることはままごとだ。ガキの恋愛ごっこなんて臭い生ゴミだ。そう。俺は違う。メグ、お前を俺のおもちゃにしてやるよ。それが私に益をもたらすのか見極める必要があるわ。誰が同意を求めた？お前に選択権なんかないね。近寄らないで。私は誰の言いなりにもならない。簡単にもてあそべる女だと思わないことね。パイナップル、面白いもの持ってるね。昼飯か？味わってみたい？怖い。やめておくよ。何、パイナップル持ってたの？頭で、何、頭にこう、パイナップルで殴る気？何、なんか今日本語変だったな。パイナップルで頭殴る気？怖いね、それはね。手榴弾を見て、そこまで冷静でいられるなんて、少しは骨があるわね。あ、パイナップルじゃなくて手榴弾ね。なるほどね。なんでそんなもの持ってんだい？最近の流行りか？お守りみたいなものよ。今もこうして守ってくれた。やはりお前は俺と同類だ。他人なんか虫けらほどの価値もないと思ってる。もっとも、俺にとってお前は宝石だ。メグ、諦めないぜ。待って、マスク外してるわ。いつの間に？なるほど、ほっぺたに傷があるタイプの人なんだ。そんなに私が欲しい？ああ、欲しいね。メグ、お前は俺のそばにいろ。お前にはその価値があるぜ。へえ。へえとか言っちゃった。私は有能な男のもの。レン、あなたは彼よりも優秀なのかしら。なるほど。何を言うんだろう。こっち？ゲンジは有能だぜ、メグちゃん。どんな告白も成功させちまう。あ、違うのか。どれだろう。これか？どっかのことは違う。これじゃない。どれ？こっち？あなたが有能かどうかを見極める必要がある。これか。では、あなたに課題を出すわ。それができたら考えてあげる。聞こうか。どうした、メグ。いいことを思いついた。二人を競わせる方法。これでしょ。この告白成功させるやつ。近いうちに秋葉源氏が依頼を受ける。それで？その依頼の達成を阻止してほしい。できるかしら？ん？ちょっと待って、電話来ました。つまり、その依頼をめぐって秋葉と勝負しろと？ええ。あなた、そして彼がどれほど有能かを見たい。大した女だ、メグ。俺たちを天秤にかけてるのか？そうなるわね。どう？俺が勝ったらどうする？私をあなたの望むままに。秋葉の受ける依頼を失敗させればいいんだな。ええ。ただし、彼を傷つけないで。愉快愉快。いいぜ、乗った。そう。楽しみにしているわ。レン、私を手に入れられるのはどちらかしらね、みたいなことを書いてあったと思う。またこうやってさ、ギリギリのところでさ、こうやって消えちゃうのさ、どうにかしてほしいよね。ちょっとギリギリのところが見えないんだよね。源氏に正式に依頼をしなくてはね。彼は必ず引き受けるはず。行こう。もう一度源氏のいる屋上へ。普通科の屋上にいる源氏に私の依頼を伝える。なるほど。じゃあ一回今日はこのぐらいで終わりにしときましょうかね。いい感じなのでね。ご視聴ありがとうございました。なんだこれは。なんか、メグちゃんが、二人の男をもてあそんでいるようにしか見えんのだが。まあでもね、ゲンゲンはね、そこで思い通りにならないから、まあ面白いってなって、メグちゃんが、まあリーダーついていくわってなるのかなっていうね。まあそこまでのビジョンはもう見えているんだけれども、どういう形でこう、まあ、告白を成功させる、阻止させるっていう話だけれども、どういう依頼をして、どういうことになっていくのかがちょっと気になりますね。ではまた次回。おつぴよでーす。